コンスタンチン・ノボセロフは、イギリス在住のロシア人物理学者である。アンドレ・ガイムとのグラフェンの研究で有名である。この研究で、両人は2010年、ノーベル物理学賞を受賞した。ノボセロフは1973年の、ブライアン・ジョセフソン以来、最も若いノーベル物理学賞受賞者である。2011年に、王立協会のフェローに選出され、 マンチェスター大学のメゾスコピック研究グループの一員となっている。ノボセルフはアークスターティンググラントをヨーロッパ研究協議会からもらっている。ノボセルフは1974年、ニジニタギルでロシア人の家庭に生まれた。モスクワ物理工科大学を卒業した。PhD 研究をオランダの内命編大学で行った。2001年にドクトラルアドバイザーだったアンドレがイムと、 マンチェスター大学に移動した。現在ロシアとイギリスの市民権を生じしている。ノボセロフは60以上の査読不研究論文を発表している。メゾスコピック超伝導、直辺の素粒子的運動や森テープの発明、グラフェンなどである。ありがとうございます。